こんばんは。皆さん土曜の夜中いかがお過ごしでしょうか。深夜2時から2時30分までの時間を昔は牛蜜時と言っていました。この牛蜜時は一番陰の力や魔の力が強まる時間帯と言われております。なのでこの時間帯にぴったりなお話をご用意しましたので、しばしの間お付き合いくださいませ。こんばんは、高橋俊介です。よろしくお願いします。高本健人です。よろしくお願いします。はい、高橋はね、声優を一応やっております。はい、そして私は、映像の監督をやっております。はい、初めまして。初めまして。さあ、始まってしまいました。はい、いや、牛蜜時ですよ。そうです、怖い時間ですよ。本当に怖い時間ですよ。怖い時間です。もう怖い、嫌やわほんまに。まあね、でもそのこれをやろうって言ったのは、はい、健ちゃんの声が怖いんじゃないかっていうことで。そうな、階段声なんです。階段声だから、はい、いけんちゃうって、はい、ことで、まあ、軽い気持ちで始めたんですけども。でね、この牛蜜時っていうのはやっぱこう、はいはい、魔力が上がる時間ですから。そうですよね。ね、もう皆さんもね、ちょっと魔力高めた状態でその牛蜜時に何か、はい、なんていうかな、そのぴったりなお話をできたらいいかなと。そうですね、思っておりますので、けんちゃんがね、今日ね、はい、用意してきてくれたんですよ。はい、じゃあ早速、はい、語っていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、写真の女の子というお話なんですけども、うん、こちらですね、ある男子高校生、はい、A 君としましょう。はいはいはい、A 君がある日学校から帰ってる時に一枚の写真を拾うんですね。お、でその写真には、まあ、別にまだ怖いものは全然写ってなくて、はいはいはい、女の子が写ってると、うん、でその女の子がピースをして笑顔で写ってる写真、うん、で A 君はそれを拾って、うん、これもしかして近所に住んでる子なのかなと。ほう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 、よく見たら可愛いなと、うん、この写真持ってたらもしこの子に出会った時にこれ渡して話の種にできるなと。なるほど、仲良くなれるんじゃないかという下心を持って、うん、その写真を持ち歩くことになったんですよ。はいはい、もう持って帰って、はいはい、で毎日カバンの中にその写真を入れて学校に通ってたんですけども、うん、ある日ですね、 A 君が家から学校に向かう途中、交差点で車にはねられてしまいまして、あらら、そのまま亡くなっちゃうんですよね。で遺品を整理してますとですね、うん、A 君がカバンの中に入れたあの女の子の写真が入ってるわけですけども、うん、ピースをしていたはずの女の子が指を3本立てていた、あれっていうお話です。なんで、あ、なるほどね。その女の子が呪った人数を指で表してたんじゃないか。おー、お話でございます。初めて聞いた。あ、本当ですか。初めて聞きました。いや、これなかなかね、はい、いいんじゃない。結構ジャブ打つ感じでこれぐらいのまず行ってみようかなと思って。いや、これ一発目ですけども、はい、あ、なるほどね。そうです。はい、ちょっと意味コア的なところもあって、意味が分かると怖い話的なね。結構そうですね、最後に意味が分かった時にっていう。なるほど、ピースじゃなかったんです。なるほど、2人呪ったっていう。じゃあ1本の時もあったと。そうそう、この時期もあったと。1本の時期もとかで、ゼロの時もあったってことですね。ゼロの時、ゼロの時、まあ、ドラえもんみたいにグーしてるかもしれませんけど、なかなかポップなポーズです。いやー、ゼロってね。そういうこともこういうふうにね、こう、なんで怖いだけじゃね、はい、怖くなっちゃうんで、ちょっと茶化しも入れないと。そう、本当に怖くなっちゃうんで、ね、いや、本当に怖いのをしたいわけじゃないんですよ、こっちはね。でもやっぱね、ケンちゃんの声はね、怖いですよ。あ、よかったです。いい感じ。しかもオチが、はい、オチが嫌なオチしてましたな。いや、これね、やっぱこう明るい時に聞くとね、はい、なんやねんってなるかもしれないですけど、確かにこの時間にもし一人で聞いてるあなた、はい、怖いぜ。勇気あるぜ。勇気あるぜ。トイレ行けないぜ。本当にこれをね、まあちょっとコンスタントに、はい、まあ2週に1回ぐらい、そうですね、上げていければ、はい、いいかなと思っておるんですが、はいはいはい。そしてね、はい、我々ね、別にこれだけやってるわけじゃないんですよ。そうですね、ね、これでなんかこうこの2人ちょっと面白いんじゃないかって思ってくれた人が、はい、こっちに来てほしいっていうのが、それが狙いですよね。狙いで、まあ、階段もやってみるかっていうことなんで、はい、まあ、俺から言わせていただくと、はい、YouTube で、夜更けのほろ酔いラジオっていう、まあ、映画とかを語ったりするラジオがあるので、うん、ぜひ、なんか、まあ、面白いなって思った方は、こちらに来ていただきたいのと、はい、
私がですね、令和サイレントフィルムズというチャンネルを持ってまして、はい、こちらでは私のオリジナルのサイレント映画を上げております。こちらでも結構ホラーが多かったりするので、うん、ホラー好きの方はぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします。現代のその令和という名前がついているのに、はい、すごく古典的というか、そうですね、昔の技術で、ね、昔の技術でやって、これはね、本当見て損はないと思いますので、はい、ぜひ皆さんご覧くださいませ。はい、お願いします、はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。